テラシマジカスタジオ。はい、どうも皆さんこんにちは。寺島純太スタジオゲーム部です。なんと皆さん、今回はですね、スペシャルな新入部員が寺島純太スタジオゲーム部にやってきてくれました。じゃあ自己紹介お願いします。どうも、映画怪獣で怪獣やってます、怪獣です。いやいやいや、ちょっと俺の知ってる誰でもなかったな。確認していいですか、確認していいですか、今のは藤原竜也さんのモノマネをしたんですか。そうだ。あんたがヘビなんだ。ということで、ゲーム部副部長の小松翔平です。ちょ待って、もうだいだいツッコミが追いつかないよ。翔平、よろしくお願いします。翔平さ、いやちょっと緊張したって。緊張するっていただけるということで。緊張するとそうなっちゃうの。緊張すると変な風になっちゃうの。いや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 、ちょっとあのいつもの感じで行こうと思ったんですけど。確かに、まあいつも やってるよね。確かに藤原竜也さんのモノマネやってるよ翔平は、うん、俺らゲームやりすぎて、うん、もうあのモノマネし合うぐらいしか喋ることなくなってくる、ね、そんなことないだろ。そんなことないでしょ。まあ確かにいつもあのね、俺がアニメ版のあの怪獣をやって、で翔平があの実写版の怪獣をやって、そうですね、2人で延々とね15分ぐらい噛み合わない会話ずっとやってる時あるもんね。あれが楽しいんですよ。まああれ楽しいけど、いやいや、でもなんかちょっと一個引っかかるのあったけど。え、何ですか。副部長、え、ゲーム部ですもんね。いや、そうそうなんだけど、いや、え、だって部長が、うん、純太さんですよ、ね、まあまあそうそうそう、そうですね。初めて俺来たゲーム部の一人しか部員いない。いや、まあまあそうだけどさ、俺自動的に副部長になったんですよ。いやいやいや、おい、俺のゲーム部そんなに甘くねえぞ。いや、ちゃんと今日だからはい、しっかりね、新入部員として、はい、もうプレイをしていただいて、で、あ、なるほど、これは我が部に必要な戦力だとこう、まあ、僕が判断したら、まあ、副部長になってもらおうかなっていうのがあるんです。わかりました。じゃあ、うん、気合い入れていきましょう。お願いします。もうこれ見てる方に説明しておきますと、はい、基本的に俺が PUBG をやってる時にいろいろ教えてくれたのは、まあ、PUBG っていうか主にこういうパソコンゲームのことをいろいろ教えてくれたのは、うん、翔平なんだよね割と。そうですね、パソコンをまず買いに行くところからついていって。そうなんですよ。だからどっちかって言ったら、もう今なんか俺が部長みたいなこと言ってるけど、言っちゃったら俺のパソコンゲームの師匠なんですよ翔平がね。まあ、言うて別にプレイスキルが高いわけじゃないので、ね、そこは期待しないでいただきたいですけど。そんなことないじゃん、普通にうまいじゃん。結局なんかプレイ頻度がそんなに高いわけじゃない、一緒ぐらいなんで。あ、まあそうなんだよね。純太さんと同じぐらいですよ、うん、だ普通にこうなんだろう、ゲーミング PC とかいわゆるこういう、うん、なんだろう、パソコンのゲームの基本的なところは翔平は分かってるって感じだよね。でもそうですね、で PUBG に関してはそれこそこのライトで言ったらほぼ全く同じに始めて、多分同じぐらいしかやってないし、基本的に僕は人とのコミュニケーションが苦手なので。そんなこと言っていいのか。だから今みたいに知り合いとしかオンラインゲームできない、うん、こういうゲームって普通知らない人とバンバンやってる。わかるわ、なんですけど、知らない人とできないからずっと純太さんと二人でやってる。しかもちょっとだけ知ってる人ともできないもんね俺たち。いやー、そうなんですよ。どうやってゲームに誘うのかわかんない。わかるわかる。なんか面と向かって相手の顔が見えてる状態でも、うん、そんなんだろう、あんまりコミュニケーションがうまくないのに、こう、はい、ゲームを挟んでかつ相手の顔が見えなくて声だけしか聞こえない状況で、うん、なんか失礼なことをしてしまった、言ったりやったりしたらどうしようみたいな。そうですね、そこを踏み越えられないね。あ、どうします。あ、私はでもこれやっぱライトで言うて、やっぱ、はい、ボットが多いじゃないですか。そうですね、結構激戦区攻めていいと思うんですよ最初は。行きましょう、ペカルーペカルーレッツゴーペガドゥ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 
わかんないかな。このネタわかんないよね。これ説明すると、あのあれだよね、あの結構 PUBG が本家初期の頃に、はい、あのあれだよね、みんながあのチャットをさ、あの全員に、あのチーム以外の人にも全員聞こえるようにしてる状態の時に、結構あの海外の人がね、あの、うん、まあみんなペガド行こうぜみたいな、ペガドで全部にこうみんなで行って戦おうぜみたいな、好戦的な人がレッツゴーペガド、うん、ペガドとか言ってたんですけど、俺もそれを真似して、そうそうそう、やってみて降りない。何回かやったよね。なんかレッツゴーペガド。やりましたね。でもさ、あれ本当笑っちゃうんだよね。てか誰もいない。これいないですね、激戦区って言った手前。なので全然激戦区じゃなかったっていう。これがこれがこれがライトだよね。本家だったら間違いなく 3,4 チームいるもんね、少なくても。うん、まあ今回はね、でももう何本か、はいはい、PUBG の実況自分のチャンネルで上げてるんだけど、いやもう見ましたよ僕第1回とかも。おありがとうございます。どうですか、ちょっと師匠的には大丈夫でしたか。もうそうですね、いろいろと思うところはあるんですけど。あるんかい。あるんだ。120点ですかね。ありがとう。やっぱりこう純太さんは知らない人に説明するという能力に長けてるじゃないですか。ありがとうございます。そうなんですか。そこがふんだんにもう活用できていてよかったと思います。そんなすごく正当な評価をしていただけると思わなかったんで。ありがとうございます。どう反応していいかわからないです。でもこう収録してますってなるとあれですね、普段何の話してたかなって。普段でも大体仕事の話してない。普段そうですね、基本的に今日どういう仕事そう、あと今日現場でさとか、はい、そういえば今度のあれさみたいな話をずっとしてるよね、うん、そうですね。だから逆に今ゲーム実況を今してるから、 その手の話題は全て、うん、まあね一応できないから。僕は一応プロの声優としてそれ言う、それ言う必要あんの。僕のことを知らない人にちょっと先に言っとかないと。いやいや、いないよ。なんだこいつみたいな。いや、いないいない、なる気がしたんで、あの同業です。いやいや大丈夫だよ、絶対あの寺島純太の動画を見てくれる人は、ね、絶対小松翔平のこと知ってるよ。いやいや、そんなことない。そんなこと、いやでも本当あの純太さんがあの YouTube とか上げ始めて、うん、あ銃声お来た、やっちゃってくださいよ。こうやって大体戦いが始まると話が中断されるっていう、うん、そうそう、これ PBG あるある、 PBG あるあるなんですよ。これどこ行った？あ、いたいたいた、下にいるわ。あー隠れた、あれボットだな、うん、でも3ヘル持ってたよ。お近いですね。あーこっち撃ってる。あ、あれ純太さん目線だと多分、うん、あ今ボット同士でやり合ってましたね。なるほど、知らない人はね、僕がどこにいるか分かんないと思うんですけど、画面上にチラチラ見えてる、あそうそうそう、マークが今僕が動いている位置になります。そうですね、常に味方はあの常に確認できるようになってます。ソロと違うところとして、味方が一度倒されてもその気絶状態という形になって、うんうん、まだ復活させることができるんですよ。うんうんうん、だからちゃんと相手を味方を起こしてあげるっていうその、うん、アクションも必要になってくるから、あれだよね、あのスモークグレネードとかを割と使うようになるよね。そうなんですね。上の方行きますか。上のあのでっかいところまだ漁ってないから。了解しました部長。部長って言われるとなんかあれですけどね。
でもあれなの、翔平もさ、こういう、うん、言ったら俺よりパソコンゲーム歴は長いわけじゃん。もう昔からすごいやってるわけじゃない。それこそあの僕知ってる人は知ってると思うんですけど、うん、ゲーム実況とかをやってたこともあるんですよ。あ、え、マジで？やっぱその時はパソコンを使って編集したりはしてたんですけど。あ、自分で編集もしてましたね。いやいや、もう俺より全然先輩じゃん。いや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 、マジかよ。ジュンタさんがやってるのを見て、うん、俺もやっぱゲーム好きなんで、うん、ちょっとなんかゲーム実況いいなって。あれマジ刺激されてきて。あら、ついに来る翔平も。まあまあね、こんなご時世ですから。まあそうだね、僕もやっぱり何かね届けたいみたいな、そういう気持ちはやっぱ常にあるんで。まあね、なんかその基本的にこう、なんだろう、対三者、第三者の目線というか、うん、なんか基本的にはこう人前で喋ったりとか、まあお芝居もそうだけど、うん、やっぱ見てもらわないとどんどんなんかそっちのアンテナって鈍っていくなってこの期間にすごい思ったんだよね。結局まあお芝居にしろ、まあ、そういうなんかラジオ的なおしゃべりするものにしろ、はい、やっぱりね3日とか4日連続で何にも喋んないみたいな状況が続くと、単純にアンテナが錆びていくというか。それはありますね。ね、だから何かしら常にこうしていたいっていう気持ちはあるよね。こういう本当に、うん、時代がやっぱ本当にいい時代だから、こうして、ね、収録とかなくても、はい、ね、YouTube とかで実況できるようになったから、なんかすごくそれはいいなって思うよね。やっぱ声優さんもね、うん、今みんなほら自分で朗読、ね、した音声をアップしたりとか、そういう動きもありますね、うん、やっぱ一昔前はああいうのってやっぱね、ちゃんとそういう機材とかを持ってる人じゃないとできなかったけど、うん、今ねもう大体パソコンさえあればね。そうですね、やっぱ家で何でもできるっていうね。でマイクとかはもう普通に売ってるしね。そういう点でいくなら、うん、俺と潤太さんは家で2人で何でもできるっていう。私が同じとこ住んでるからね。もうお互いの家1分で行けるもんね。ただ階の登ったり降りたりをするだけで。そうですね、外出をする必要がないっていう。そうだから皆さんはね、声優で自分の家で1人で朗読っていう活動をやれてる方いますけど、僕らは2人でね、掛け合いを取ったりもそれこそ可能なんじゃないか。確かに。当たんね。あー、取られた。来ました。ありがとうございます。部長じゃねえ、副部長。ありがとうございます。副部長ありがとうございます。助かりました。来ました。でも気づいたら爆撃されてます。危ないですね。4スコ、まあ、4スコいる。あ、6スコ。あ、待って待って、なんかいたよ今。うん、あぶね。あー、ナイス。じゃあ4スコ捨てますね。そう、このようにですね、デュオの時はですね、お互いに物資を集めて、相手が持ってないやつをこう渡し合うみたいなことができるんで。あ、かっこいい、もらっていいですか。あ、いよいよ、かっこいい。ありがとうございます。5ミリは大丈夫？5ミリいっぱいあるんで。オッケー、大丈夫です。軽量グリップとかいります？いや、大丈夫ですね。グリップは余ってますんで。オッケー。結構集まって、まあちょっとミニっていうね。ナイス。あ、またいる、またいる、またいる。ありがとうございます。ナイス。てかいつの間にこんなに俺たち囲まれてた。まだいる、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 まだいる。え、は、どっかで取れた。ありがとうございます。あれ、どこ、今倒したやつってこっちにいたやつ。今一人倒しましたよ。こっちの家の中にいたんだけど。あ、いた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 。あれ、倒した。めちゃくちゃいるじゃないですか。めちゃくちゃいたね。気づいたら激戦区になってる。気づいたら激戦区になってた。結構撃たれた。相手範囲も入ってますからね、ずっと。そうなんだよね。
あとなんか欲しいのある？いや、SLR ぐらいですかね。あー、俺も欲しい SLR。 欲を言えば SKS 欲しいな。カー持ってるもんね今。カーは持ってます。そう、翔平の持ってるカーっていうのはまあ基本的にやっぱ一番、まあ、ポピュラーというか、まあ、上手い人とかがよく使うスナイパーライフルで、一発の威力がすごく高いんですけど、やっぱ上級者じゃないと一発を当てるってのは難しい。そうなんですよ。だから俺が一番苦手としてるんだよね。あのカーとかあと M24 とか。そうですね。ただスナイパーライフルもいろんな種類があって、 M24 とかも同じような一発のタイプなんですけど、うんうん、SLR とか SKS だったら、まあ、連発で撃てるちょっと威力低めのスナイパーライフルなので、うんうんうん、まあ、僕ら中級者にはありがたいと。僕たちはね、初級者寄りの中級者です。間違いないですね。それはどうしようか。でもさすがに移動するか。なんか ロスレに寄りそうじゃない？割と。そうですね、結局そこに行きそうですけど。じゃあ車でロスレに行きますか。うん、行きましょう。そう、だからあれなんですよ、チャンネルをもしかしたらマジ作ろうかなって。いや今ね、もうみんな声優さん作ってるから、うん、いいんじゃないかな。で特に翔平の場合はやっぱね、もう機材は揃ってるじゃん、ゲーム実況する、はいはい、ちゃんといいパソコン持ってるし、すぐできるよね多分。もうこのゲームでドンカツ取ったらの作りますか。いいんすか、そんな。お、俺のチャンネルで決めちゃっていいんすか。じゃあ、いや、やっぱ僕はもう形式ばった感じよりも、なるほど、やっぱフィーリングで生きてる人間じゃないですか。そうなんですね。そうなんですか。しかもめちゃめちゃ銃声が聞こえてるんだよね。ちょっと倒しに行ってきますね。 SW ですね。うわ、これ人間っぽくない？え、この打ち方人間っぽいな。警戒しましょう。ちょっとね、そう、ボットだと思っていくと人間にやられるみたいなパターンありますか？あ、車だ。え、じゃあ人間だ。車乗ってる。 SW220 220。じゃあ人間ですね。撃ちますね。 OK。 車に2人乗ってます。建物の裏あたり？SW の、木の裏ですね、丘越えたとこ。あ、だ、来た来た来た。あー、倒しきれなかった。あー、くそー、全く当たんなかった。あ、来てる来てる来てる、もう一人来てる。ボットかもしんないあれは。あー、そうですね。あれ当たんね。あれん、あれ車爆発しない？ほぼ。そうですね、火が出て。やばい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 。ちょっと回復入れます。一人ナイス。さすがにナイス。グレー入れるね俺。はい、俺も入れます。あのスモークのところに多分。いってらっしゃい。あ、ナイス、一人入れましたね。これでも多分ボットかな。もうこの辺りにいるな。あ、いた、岩の裏。グレーいました。岩裏？岩裏にいます、この。ナイス、取りました。ナイス。あれ、これで壊滅か。そうですね、あの2キル。おお、プレイヤーでしたね、完全に。完全なプレイヤーでしたね。ありがとうございます。ちょっといい感じの、いいとこ見せたんじゃないですか、うん、これ結構、これはちょっとチャンネルに拍手がかかりましたね。ちょうどその話してた時だもんね。純太さん今何キルですか？俺今5キルかな。僕今6キルなんですけど、うん、あ、3バック落ちてるよ。3バック。あ、もう1人いる。嘘、どこ？3バック持ってます。110歩行。110歩行に。いたいた。あー、仕留めてみよう。オッケー、やりました。くそ、
よし、俺がフライパンでやってる。おら、よし。ドンキ、ドンカツ取って。なになに、なに、誰誰。あ、あっちだ。ナイス、ナイス。7キルです。よし、じゃあ何、ドンカツの、あ、ドンカツじゃねえや、キル、キル勝負ってこと？俺がキル数勝ってたら、じゃあスーパー寺島純太スタジオっていう名前でチャンネル始めていいですか？どういうこと？どういうこと？それはお笑い芸人のかまいたちさんがはい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 チャンネル始めるときにネオミルクボーイっていう違う、ネタでね、M1 グランプリでこう、まあ、競い合ったからみたいな、はい、あれでしょ？あ、それでも それさ、でもわけは知らない人、この動画見てない人わけわかんないじゃん。小松翔平チャンネル開設しました、ネオ寺島純太チャンネルですってなんか俺の良くないパワハラが働いたのかなみたいなあ、勘違いされるかもしれない、圧力がかかったのかなみたいな。それならちょっとやめときます。バスしかないですね。あれ、向こうにさっき車なかったっけ？あ、ですか、うん、あ、あれか、うん、あそこにある。まあまあまだ大丈夫、俺取ってきますよ。そんな、俺も行きますよ。いやー、でも意外といたね、プレイヤー。普通にいましたね、あの一チームは完全にプレイヤーでしたね、うん、あ、止まって、止まれない、止まれない、ありがとう。じゃあどこ行きますか。やっぱロゾ、あ、ちょ、うん、あ、ごめんなさい完全にはマップを見てました、すいませんでした。僕よくあるやつですね、超ペーパードライバーなんです、すいません。翔平は運転うまいもんな。まあ、あの免許を、ね、持ってますから僕ね。そう、俺本当に10年運転してないんですよ。ああ、そうか、ジェナさんも持って本当にペーパードライバーなんですね。そう、免許取ったんだけど、その本当にその教習のところでしか乗ってなくて、うん、で取ったすぐ、はい、あ、ごめんなさい、取ったすぐ後ぐらいになんか友達が引っ越すから、その引っ越す時にレンタカー借りて、はいはい、なんかそれの運転を手伝ってくれって言われて、うん、でめちゃめちゃペーパーなのに、いきなりあの渋谷と自由が丘のあたりのめちゃめちゃ交通量が多くて、しかも、うん、しかもあの一通とかがいっぱいあって、あ、そうそう、めちゃめちゃ難しいところをいきなり初外で乗るのがそれだったから、その免許取った後に、はい、もうそれでもうパニックって、マジで本当に。それでもう東京の道怖えってなって、うん、まあ、あと言うてやっぱり東京に住んでるとね、主に電車移動を、そう、車は必要ないから、それでもう全然乗らなくなっちゃって、気づいたら、うん、あ、なるほど。やっぱ最初が都会っていうのは大変ですよね。そうなんだよ、なんか俺は田舎で運転始めるから、うんうんうん、やっぱりまあ空いてるし道も、うんうん、そんなに気にしなきゃいけない通行もないし、まあ正面に人います。オッケー、引きまーす。ナイス。よっしゃい。ロードキル、あ、キル数が並んでしまった。あ、そっか。あ、そっか。これ車でやると運転してる方がやったことになるんだ。次から俺が打ち取ります。あ、武士武士武士。先輩、武士あります。武士。行きましょう。行きましょう。これはね、救援物資はもういつもね、あの本家だと怖すぎて取りに行かないんですけどあのライトは結構取れることが多いから、そうですね、俺たちは積極的に行くよね、いつも。ライトなら戦えますから。 OK、キル数が俺が多かったらどうなるの？まあそうですね、まあ寺島ジュンタスタジオはちょっとやりすぎかもしれないんで、うん、じゃあどうしようかな。あ、AWM あるよ。あ、いいですよ、使って。いいんすか。ちょっと AWM にで8スコもらいます。どうぞ。かっこいい、もういいですよ。マジありがとう。どっちみちカーはつけられないで、かっこいい。じゃあじゃあこれにします。ちょっと鎮痛剤飲みます。 AWM はすごい強い SR ですね。すごい強いんだけど、
俺本当に当てられないのね。すごい。あ、じゃ、ゲーム部の第1回にも登場してたじゃん。そう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 。一応あの時使ってたけどね、本当にそうですね、苦手だっていう話をして。どうしますか、上の方行きますか、山、この岩上とかで。もう部長任せます。じゃあまあ高いところが好きなんで、ちょっと待って、あ待って、あごめん、降りちゃった。おう、もうちょっとこっち、俺降りちゃいました。こっちまで車持ってくわ。オッケーです。あ、いますね。オッケー、うん、オッケー、ここに止めます。はい、登れないな。あ、いた。15方向に走ってる。撃ちます。はい、あー当たんね、登れない、止まって。あー登れた。15方向、ね、かなり遠い。あと見えなくなっちゃった。あー、いたいたいた。あー当たんない。あ、いた、もう一人いた。あー全然当たんない。あれは当たんねえな。返してください俺に。あー当たんねえ、くっそ。あー、よしよし、やった、当たった。ナイス、当たった。やった、くそ、今撃ったのに。当たった、すげえ。 AWM 強え、当たるぞみんな。 AWM 当たる。今何キルですか。今9キルだ。どうしてだよ。圧倒的俺の銃の方が上、AWM が強い。優秀でいてくれてありがとう。ざわざわざわ、当たらない、どうしてだよ。やっぱめっちゃうまいよな、やっぱり似てるよね基本的に。あっ、あっ。なんてこと。あ、もう一人いた。あー、くそ、あそこ、くそ、よしよし、どうしてだよ。やべえ、 AWM 超強い。こんなに強かったのか。俺が撃ってたやつ違った。あ、違うやつ。そうです。あ、もう一人いる。弾切れだ。ずーし。当たった。将棋が打ってる今。俺です。よし、ちょっとあれ覚醒してる俺、やばい。あれ今打ってるの将兵。そうですね、あのもう等倍で打ってます。あ、もう一人いた。こっちにスコープつければいいんだ。95方向に。あれ、あれもしかして人か。EE の95方向に。え、将兵が打ってるやつかな。20方向ですね、俺が撃ってんの。あ、じゃあ違うわ。取りました、ナイス。てかここ範囲外れてるじゃないですか。そうなんだよ、やばい、降りなきゃ、やばい。あれか、あれ当たんね。よし、くそ。これが実力、俺の勝ちだ。よし、え、待って、あと、え、ってか、あと一人じゃない。え、あ、ほんとだ。あと一人だぞ。え、翔平今何キル。9キルです。ってことは最後の一人翔平が倒しても俺の勝ち。最後倒したら100キルってことでしょ。なんでそんなバラエティーな。めちゃくちゃ急にバラエティーじゃん。じゃあ純太さんが勝ったら、うん、もう俺のチャンネルの命名権あげますよ。あの、なんだろう、 この世で一番嬉しくない。なんで考えなきゃいけないの俺が。じゃあいいんだね、俺が考えて。あれ、大丈夫です。マジかよ。じゃあ考えちゃうぞ。最後の一人100球ですから、俺が取ったら俺に得になる。
とか言って最後の一人に俺たち二人ともやられたりしたな、プレイヤーで。その可能性は十分にある。今やばい、よくないよ、完全に舐めてる俺たち今。そうですね、ロトボット、あ、いた、どこ、55方向です。55方向、オッケー、ありがとう。歩いてます。35だな今俺、あ、俺が見てるあたり、オッケー、あっちか、ここら辺、うん、オッケー、あ、いたいた、本当だ、あれ、俺の勝ちだ、俺の勝ちだ、一発で当てた、どうしてだよ、圧倒的勝利、神よ、俺を宗教育しろ。はい、ということで、ていうか、え、翔平何キルだっけ。9キルです。9キル、私13キルで、まさかの2人合わせて22キル。かなり大盛りどんかつですね、これは。じゃあ勝者特典として俺のチャンネルの命名権あげます。結構ちゃんと考えないといけないやつじゃない。まあ仮にね、仮だもんね、あの、はいはい、変えられるもんね、後からね、チャンネルね、はい、そっか。じゃあやっぱりあの分かりやすいのがいいと思うんですよ、はいはい、あの、そう、なるほど、そのまあちゃんと、あ、 YouTube のチャンネルなんだみたいな、うん、はい、でやっぱその小松翔平という男の、うん、なんかちゃんとこう特性もこういう人間なんだよっていうのも前面に押し出した方がいいから、うん、あの小松翔平の、うん、どうしてだよにしましょう。自分で考えます。おいおい、ダメでしょそれ。いやいや、小松翔平のどうしてだよチャンネルにしよう。今回めちゃくちゃ言っちゃったけど。それもうガーリーレコードさんやってるんだ。ああ、そうだね。確かにね。じゃあ、わかった。はい。じゃあ、翔平レコードチャンネルにしよう。めちゃくちゃ寄せてるね。翔平レコードチャンネルいいじゃん。後で改めて解説するんで。あ、じゃあとりあえずもう解説は決定なんで。そうですね、解説ドンカツ取ったんで、うん、しますよ、もう。おお、すげえ、お願いします。あ、なんかまさかゲストで来てもらってここで決まるとは。あ、じゃあちょっと本気で考えるんで、うん、あるか、じゃああれなのね、じゃあ近日発表するのね。そうですね、そうしようかなと。でもあれですよ、あのーご自分でそのチャンネルを開設されても、うん、もう小松翔平君はあの我が寺島純太スタジオゲーム部の副部長だから。あ、それは認めていただいたというか。いや、やはりやっぱ今日すごいサポートしてもらったし、 ありがとうございます。やっぱりね、さすがコンビネーションもやっぱ発揮できたんでね、ありがとうございます。ちょっとじゃあ副部長は名乗らせていただきつつ、そうですね、自分のチャンネルを開設に向けて、うん、動こうと思いますので、だからちょいちょいこう同じゲーム部だから、はい、まあ、はいはいはい、あとまあ同じところに、まあ、住んでるっていうのもあるから、じゃあ結構コラボ動画みたいな、これできますね、コラボ実況みたいなのしますか。やりましょう。ああ、はい、はい、ということなんで、今この場の思いつきでいろいろ決まったので、これからもね、ちょいちょいその小松くんといろいろ撮ると思うんで、はい、あのチャンネル登録とかしていただけたら嬉しいです。あとあのよろしくお願いします。小松くんがあのチャンネルを作るそうなので、うん、あの、はい、チャンネル作ったらもう翔平のチャンネルをみんなチャンネル登録よろしくお願いします。また宣伝に行きます。はい、よろしくお願いします。ということで、じゃあ翔平今日はありがとう。はい、ありがとうございました。はい、じゃあまた次回お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。